前節今シーズンのリーグ初勝利を手にした両チーム、今日は連勝をかけての戦いです。ではまずホームチーム鹿島アントラーズのメンバーです。ゴールキーパー沖、小泉、犬飼、町田、杉岡の4バックです。中盤はミサオ、レオシルバ、ファンガラーノ、荒木亮太郎、前線は土井翔馬とエベラウドです。アウェーゲームになります。サンフレッチェ広島です。ゴールキーパー大迫、野上、荒木隼人、今津、東の最終ライン、中盤は川辺、青山、森島、エゼキエウ、そして前線に浅野とドーグラス・ビエイラです。荒木亮太郎です。一旦預けてエベラウド、エベラウド切り返した、エベラウド左足、ナイスキーパー、大迫の左手が伸びてきました。いいボールだったんですけども、ちょっとずれちゃったんですよね、はい。ドグラスビーラ、浅野、浅野インパクトのあるミドルを決めました。浅野雄也、今シーズン初ゴール。左足の一振り、浅野の魅力が出ました。ドグラスビーラは3回ボールをプレーしてこぼれたところをしっかり味方が狙って、サポートに来たのは川辺です。伊沢が寄せる、かわした川辺、川辺クロス、大外東、もう後ろ、よく見てましたね、はい、整体して向かってますので少しやっぱりこう斜めに立つとかっていうのが出てきますけど、はい、広島の最終ライン見てもらうとやっぱり6人いますから、はい、ここはもう明確にサイドバックは下がると、今度ほど青山と川辺の両脇と間がちょっと気になる部分が出てきます、はい、もういいボラ、エベラウド、ダイビングヘッド見せました、得意の形、エベラウド、三沢です。小泉、カラーノ、小泉、土井、三沢、ファンガラーノ、バットを入れてエベラウド、これがあります。鹿島アントラーズ、川崎が全くポイントを落とさずに走ってますから、はい、序盤とはいえあんまりこぼせないんですよね。もう後ろからエゼキエウ来た、ワンタッチから浅野雄也だ、ナイスキーパー、よく止めました。大きい、おっとこれは杉岡ファールなし、当たったり見えましたけどね、はい、決定機でした広島。野サイド流れてきた、こぼれ球クリア、最後はゴールライン上でクリアしました大迫。ちょっと苦しい状況が今続いています広島。さてカウンター、ドーグラス・ビエイラ中入れて浅野落とした、後ろから川辺クロスバー、リフレクション枠を叩きました。シンプルですが効率よく際どいチャンスを作りました。そして小泉が下げて三沢です。細かいパス交換、土井からエベラウド、オフサイドはないか、シュートだー、亮太郎、フラッグは上がっていませんがどうでしょうか、どうでしょうか、チェック入りそうですよね。ただ見事な超突破でした。決まればリーグ戦3戦連発荒木亮太郎、ただかなり際どかったんですがどうでしょう、はい、あ、大外が打ってたんですが、あ、ないですね、これを見るとなさそうですね、はい、東が残ってました。高卒ルーキーとして鹿島に加わったばかりの荒木亮太郎です。
合終了。どちらにも3ポイントは渡らず1対1ドローという結果に終わりました。